モササウルスは、絶滅した水小ウ,ウーロコモクのモササウルス科の属。約7000から6600万年前にあたる、後期白亜紀の頂点捕食者で、マーストリヒチアウの間に生息し、ヨーロッパ西部と北、アメリカに分布した。日本やニュージーランドに生息した可能性もある。属名は、マースガーのトカゲを意味するが、これは、最初の標本が、 マース川の付近で発見されたことに由来する。住脚類を捕食するモササウルスホフマニの復元。モササウルスは、モササウルス科の最後の属の一つで、最大の属の一つでもあった。大半のモササウルス科爬虫類と同様に、モササウルスの獅子はヒレ足へ進化し、前死のヒレは、後死のヒレよりも大型であった。最大の種は、全長十七メートルに達したモササウルスホフマニであり。 近縁なティロサウルスやハイノサウルスを上回る大きさを誇る。モッササウルスは近縁な他のモササウルスかより頑強でもあり、下顎は頭骨に固く付随していた。体型は上下に深い樽型で、目は顕著に大きい。モッササウルスは旋回に生息し大型魚類、ウミガメアンモナイト、海生爬虫類、鳥類、翼竜、恐竜、 主張流を捕食していたと専門家は考えている。NHK スペシャル、恐竜超世界では、モササウルスは、結果的に白亜紀の海を支配した、当時の生態系における最も強大な、頂点捕食者として描写されている。化石には傷を負い、治癒した痕跡を持つものが少なくなく、闘争が絶えなかったことを示している。頭骨はワニを思わせる形態で、頑丈で糞は細長く伸び、 後方に湾曲した多数の葉を持つ。また、先の丸い砕くのに適した葉を持つ者もいた。これらの葉で獲物を捕らえ、砕き、切り刻んでいたとされる。モササウルスの頭骨は短い円錐形の先端部に向かって細くなり、顎には巨大な円錐形の葉が並んだ。ヒレ状の前足には5本、甲子には4本の指が存在した。オア狂人で、 サメや魚流にも似た二股の尾びれが存在したことが他のモササウルス科の化石から示唆されている。尾の末端が強力な推進力を生み出す際に引きずられないよう体は硬くなっていたと推測されている。1764年に発見された最初の頭骨である標本 TM7424 モササウルスは最初に命名されたモササウルス科の属である。 学術的に知られた最初の化石は1764年にジェーン・バプティスト・ドローインが発見して1766年に記載したものであり、オランダのマーストリヒト付近の丘である聖ピーター山の白亜山地から産出した頭骨断片である。ハールレムのテイラーズ博物館所大館長マーティン・バン・マルムは1784年にこの標本を時間に持ち込み、 1790年に記載を発表した。彼はこの標本をクジラの一種と考えた。この標本は TM7424 としてコレクションの一つとされている。第二の標本が発見された時期には諸説あり、1770年、1770年頃、1780年頃とするものがある。いずれにせよ、この頃に、 第二の部分的な頭骨が発掘されている。これは、立州辞祭テオドルス・ジョアネス・ゴディングが所有する土地で発見されており、彼は標本を丘の上の斜面に立つ自身のカントリーハウスに展示した。退役したドイツ軍イオハン・レオナルド・ホフマンもまた同じ断片を収集し、ドイツ人の医者兼博物学者、ペトルス・カンパーと共に頭骨を組み立てた。 ホフマンはこの動物を兄と推測した。しかし1786年にカンパーはこれに反対し、標本を未知の白磁らと結論付けた。不正確ではあるが、モササウルス発見の様子を描いたイラスト。ホフマンが左に見えるマーストリヒトは重要な要塞都市であり、1794年の末にフランス革命軍に占領された。地質学者。 バルテルミー・ホジャド・サンフォンは、都市陥落2ヶ月後のマーストリヒトで生き延びており、芸術的、科学的に価値あるものをフランスへ輸送していた、政治将校オーガスティン、ルーシーでフリーシンと共に、標本を持って、フランス機兵と同行した。別荘から要塞へ標本が移動されたことを悟った、フリーシンは、最初に、頭蓋骨の所在を突き止めて持ってきたものに、 上等のワインを瓶で600本に与えることを打診し、すぐに数十人の兵士が頭骨を回収して、報酬を受け取った。1974年12月に、標本は戦争の戦利品として略奪されて、パリへ運ばれ、国の遺産に指定されて、新しい国立自然史博物館のコレクションに加えられた。1798年に、バルテルミー・ホジャド・サンフォンは、 イストワール・ナチャール・デ・ラ・モンターニュ・でセインと、ピエール・デ・マイストリクト、トーム一を発表し、ここに発見の道のりを綴った。彼によると、化石発見の折には通知するようホフマンは、採石場の職員に金を支払っており、頭骨が1770年に発見された際に、知らせを受けた、彼は発掘の指揮を取ったという。後に、コディングが地主としての権利を主張し、 法廷に圧力をかけて、ホーフマンに勝訴し、所有権の放棄を彼に迫った。1795年に、ドサンフォーンは標本を保護し、ゴディングに過失の保障を約束させた。しかしながら、ドイツ人の歴史学者、ペギー・ロンペンはこの物語に一切の証拠がないと指摘しており、実際に他の情報源により実証が不可能である。ゴディングが、 本来の化石所有者であり、ホフマンは化石を手にしたことがなく、とサンフォンが何かを支払ったこともおそらくなく、軍事力による化石の没収を正当化するためのカバーストーリーであると考えられている。モササウルス・ホフマンにのホロタイプ標本である、顎の断片とサンフォーンは標本をワニのものと推測した。1798年にペトルス・カンパーの息子エイドリアン・ギレス・カンパーは、 父親の記載論文を読むことで間接的に研究を再開した。彼は、まず、これが巨大なオートカゲ科の化石であるという結論を導き、1799年にジョルジュ・キュビエに賛同されるに至った。1808年にキュビエはカンパワーの結論を確定させた。化石はすでに、 動物種が絶滅へ向かう可能性についてのキュビエの最初の推論の一部に組み込まれていた。絶滅のアイデアは進化論の一つである彼の天変地異説に繋がることとなった。これに先立ち、かつて生息した動物に由来すると解釈された大半の化石爬虫類標本はワニ、魚類、鼎類、大型陸性哺乳類といった現存する動物と同様の形態として考えられた。 しかし、マーストリヒトの標本が現存する、どの動物とも異なる大型動物であるとするキュビエの考えは彼自身にも奇妙なものであった。彼は当時発展しつつあった、比較解剖学における自身の技量を信じ、この考えを妥当と見なした。彼は、すでに巨大なバクや怠け者の標本など、現代では絶滅して、 化石からしか知られていない大型動物を相手にしていた。モササウルスミズーリ演出の頭骨当時標本には学術的な名前は与えられず、マーストリヒト産地の大型動物化石と呼称された。1822年に、ウィリアム・ダニエル・コニベアは、ホロタイプに指定された第2の頭骨、MNHNPAC9648 に、基づき、マースガーのラテン語表記を用いて、 モササウルスと命名した。種商名のホフマニーは、ギデオン・マンテルが1829年に付け加えたもので、タイプ標本の発見者と推測される、ホフマンの名誉を称えたものである。ホフマニーというスペリングは代替となる、綴りのホフマニーよりも使用されているため、国際動物命名規約に基づいて保護されている。1854年には、ドイツの生物学者、 ヘルマン・シュレーゲルがモササウルスが普通の獅子ではなく、ヒレ足を持っていたと推測した。2015年4月18日に、オランダの北ブラバント州、ラウシュオバト村の40歳アマチュア古生物学者、ラース・バーテンが、彼の父ジョス・バーテンと共に、マーストリヒトの近くで、モササウルス・ホフマニの化石を発見した。この化石は、ラースと命名され、 マーストリヒト自然史博物館に所蔵されている。モササウルスホフマにモササウルスレモニエリの頭骨、モササウルスベアウゲーの骨格モササウルスベアウゲーの復元ミネソタ科学博物館のモササウルスコノドン、モササウルスカは複数の赤に分かれており、モササウルスはモササウルス赤に属する。モササウルス赤はさらに属に細分でき、モササウルスはクリダステス。 リオドン、モアナサウルスとともに、モササウルス属に分類される。本属が命名されたのが19世紀前半であるため、北アメリカとヨーロッパから産出した数多くの種が、モササウルス属に割り当てられている。不完全な標本が多く含まれているものの、ヨーロッパの種は、実際には、アメリカの種のシノニムであると多くの研究者は、提唱しており、どの種をシノニムとして、どの種を、 独立種とするかについては、見解が割れている。例を挙げると、アメリカから算出した巨大な種モササウルスマキシマスは、大半の研究者が、モササウルスホフマニのジュニアシノニムとみなしているが、頭骨の特徴により、両者を区別できると主張する研究者もいる。一般的には5種が有効であるとされており、その5種とは、モササウルスホフマニ、モササウルスコノドン、モササウルスレモニエリ、 モササウルスベアウゲー、モササウルスミズーリエンシスである。さらに、日本から産出したモササウルスホ別エンシスと、モササウルスプリスマティクスの2種、ニュージーランドから産出したモササウルスモコロアの1種も、2016年に、ストリートとコールドウェルが発表した、太平洋におけるモササウルス赤の分類学的再検討において有効と認められている。以下のモササウルス類と、 禁煙な分類群のクラドグラムは DV グリゴリルに基づく。ありがとうございます。